就職活動をするにあたって、これをやっとけばよかったっていうのは、やっぱりどの企業もどの職業でも勉強が大切になってくるので、やっぱり高校のおさらい、また SPI などそういう勉強を早め早めにやっておけたなというのを思っています。就職先を決めることに対して何を一番求めてましたか？今は山梨県なんですが、地元が九州長崎県なので、できるだけ長崎に近いところ、九州県内を、一番優先して職業就職場を探すことになりました。地元が一番いいですよね。なのはやっぱりね、近い方が、はい、やっぱり親とかの面倒も見れるし、そっちの方がいいもんね。就職活動はもうどのくらいから始めた方がいいなと思いますか？できるだけどのくらいっていう月はないんですけど、2月にも職業とかを見て、3月にはもう絞り込んでどこにエントリーをするなどを決めておいた方が、スムーズに就職活動ができると思います。できるだけでも実際早くした方がいいんだけどね。はい、確かに。なるほど。じゃあ参考になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。